学校の統合で去年3月に閉校した由比小学校は、気軽に豪華なキャンプを楽しめるグランピング施設として生まれ変わります。これを前に、去年まで学校に通っていた子どもたち32人とその家族合わせて80人が施設に招待されました。校庭に設置されたテントや遊び場として整備された元教室、子どもたちは懐かしさを感じながら新たな施設を楽しんでいました。優勝の面影が残っていて、とても懐かしい感じでした。閉校しちゃった時はすごい悲しかったけど、こういう風にグランピング施設になってすごい嬉しかったです。地域活性化も期待される新たな施設、グランピング&ポートゆいは3月4日にオープンします。